歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして世界史の青木先生です。よろしくお願いします。田中角栄ともうなかなかやってきましたけど、はいはいはい、まあ、あの前回はですね、まあ、田中さんが総理大臣になられて、はい、まあ、日中国交回復やって、うん、まあ、はっきり言っても飛ぶ鳥を落とす勢い、はい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 、しかしながら、まあ、経済政策というか、うん、まあ、失敗したというか、まあ、半分は運が悪かったっていうのもあるんですよね。まあ、国際情勢がですね、あんまりいい時じゃなかったので、うん、まあ、その煽りを受けたっていうところはありますよね。そうですね、はい、でだんだんその田中さんの人気にも陰りが見えてくる、うん、という中で、いわゆるオイルショックの次の年、はい、1974年に、まあ、あの日本を揺るがせるような一大スクープが、うん、この文藝春秋に掲載されるわけですね。ロッキード事件と、いやいや、あの田中角栄の金脈研究、ああはい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 ですね、書いたのが立花さんですね。ああはい。ね、武芸春秋のね、その実際74年に出たやつを探したんですけども、はい、古書市場で見たらね、めちゃくちゃ高くて、ああ結局やっぱりそういうきちんと載っているものを、うんうん、やっぱ手元に残したおきたいっていう人が多いってことですよね。でこれはあの去年復刻版が出ましてですね、はい、まあ、あの記事がまあ再録されてるんですけども、これでまあ結局田中さんどういう人かと、うん、要するにお金をばらまいて、うん、自分の仲間を増やして総理大臣になったと、うん、はてその財源は どこなのかと、はい、でまあ、いろんなトンネル会社を作って、うん、一部グレーなこともしながらですね、うん、お金を貯め込んで、うん、例えば総裁選の時には数十億から100億、うん、あるいは自民党がやばいと言われたですね、参議院選挙の時には、まあ、数百億から、はい、まあ、多く見積もると1000億円単位でお金が動いたんではないかと。でそれをですね、この立花さんがずっと、はい、喋られたわけですよね。でこれは実を言うと日本のマスコミでは実はあん、ま、要するに新聞記者の間ではあんまり話題にならなかった。あの、まあ、田中さんに一番近いところにいる人たち、いわゆる番記者の人たちですね、はい、でそういった人たちから出たんじゃなくて、まあ、外部の、まあ、ジャーナリストですよね、はい、でこの人が調べていったということですね。まあ、あのこの田中角栄という本を書いた早野徹さん自身も自戒を込めておっしゃってるんですが、やっぱり自分たちは取材対象と距離がやっぱ近すぎて、いろいろ見えないもので、一部記者に関しては見えていたけれども、やっぱり これはもうこういうもんだよねって思って書かなかったっていう、そうですね、おっしゃるとおり、またがある種こう感覚が麻痺した、あるいはそれこそ忖度が働いたと。でまあ文藝春秋でまあ載ったわけですよ、はい、ただそれほどはね、うん、話題に話題にならなかった。で話題にしたのは誰かというと外国人記者クラブだったんですね。うん、まあ、あの人たち忖度も何もありませんからね。いやだから結局、うん、まあ、あの最近になってもですね、うん、外国人記者クラブとか、うん、外国のメディアが取り上げたことによって、いやなんとなくそういうものはあった、うん、でもで報じるものもあったけれども一切触らなかったっていうのは未だもって同じだっていうところじゃないですか。おっしゃる通りでね、はい、あの芸能事務所の問題もそうだったし、全くその根っこは一緒なんじゃないかなっていう感じがするんですよね。うん、だからこうね、意外と日本の報道自由度って言ったら、うん、かなり下の方にある。あの世界にまあ200ぐらいの国があるけども、はい、半分以下ですよね。だから半分以下まではないかもしれない。だったかな、60何秒か、何秒か、ね、うん、確かそれぐらいだった。あの自由と民主、まあ、自由と民主主義度に比べるとかなり低いんですよね。いやだから、うん、結局なんかやっぱその権力を監視するっていうふうに言ってるんですけど、うん、本当の根っこの部分の一番こう大変な部分を意外とこう言わなかったりとかするっていうところは、これちょっとやっぱね、大きな問題ですよね。今 SNS がね、うん、あのこんだけ、まあ、あの発達して、それでもやっぱり SNS の世界で話題になってることであって、うん、大手マスコミは触りませんよねっていうなんとなくの協定じゃないけど、ね、いくつかのやっぱタブーが現在においても存在してる気がしますよ、ね、あるような気がします。まあというか、それでまあその外国人記者クラブが、はい、もう遠慮したくなくね、うん、あの記事はどうなったんですか、もっと詳しいことを知りたかったらあの記事を読んでくださいみたいなことを司会の人が言ったりして、で
これが結局火をつけることになった、はい、で金脈問題というんで、まあ、議会でもその追及をされて、結局1974年の12月の9日に田中内閣は総辞職をするわけですよね。じゃあ後継の総理大臣は誰になるかと、はい、まあ、田中さんの盟友の大平さん、うん、最大のライバルである福田さん、虎視眈々と次を狙ってる中曽根さん、うん、ところが当時の自民党の一般のですね重鎮であった、はい、椎名悦三郎さんという人が、ほう、これはもうみんなから尊敬されてる、もう自民党の当時の最長老政治家なんですけどね、あの外務大臣なんかを務めたこともある。あ、そうですか。で、僕がちょうどもう小学校の 1,2、うん、年ぐらいなので、うん、全然、あ、そうですか。そうですか。椎名さんってね、あの人望も非常に ある人で、ユーモアたっぷりの人なんですよ。で、ある時ね、なんかの長官やってる時にね、はい、防衛問題についてあの野党から質問されて、はい、アメリカっていうのは結局日本にとって何なんだと、たら椎名さんが、いや、日本にとってね、番犬ですと言ったらしいんですよ。だから日本は軍事力持ってない、だからアメリカに守ってもらってるから番犬ですと。ただ社会党の議員が、いや、その椎名さんね、番犬っていうのはあまりにもちょっと広すぎるんじゃないかと。そしたら椎名さんが、あ、失礼しました、言い直します、番犬様ですと。かっこいい。いや、なんていうか、いや、そんな、それアメリカでは報じられなかったんですかね。報じられなかった。でも報じられなかった。いやいや、でもそういうことって絶対耳に入るでしょうから。そうそう、で、まあ、そういう、まあ、まあ面白い人だったんですよ。で、その椎名さんが、まあ、いわゆる椎名裁定っていうのをやって、はい、まあ、本当だったらね、自民党の数の論理でいけば大平さんだったんだけども、うん、ここはやっぱり金権政治に対する批判があるから、うん、クリーンなイメージがある、まあ、三木武夫さんですね。うん、これでいきましょうと。で、三木さん自身はアメリカから資料を取り寄せたりして、はい、まあ、実際にその何て言うかな、その捜査をまあ邪魔しないと。で、検察当局、裁判所に対しても、まあ、まあ、しっかりやってくれっていうのは総理大臣として言えないけども、その、まあ、静観する態度を取ったってわけですね。で、そういう中、2年後の1976年に、はい、田中さんは東京地検特捜部に逮捕されてしまうんです。はい、まあ、いわゆるロッキード事件ですよ ね、 ですね、はい、事件の表し簡単に言うと、はい、アメリカのロッキード社が日本の、まあ、全日空ですね、はい、全日空に新しい、まあ、旅客機を売り込みたいと、うん、で、まあ、これ、トライスターというですね、はい、まあ、エンジンが3つついてるんでトライスターというわけですけども、これを売り込みたいと、うん、ついては口利きをですね、総理大臣にやってほしいということで5億円渡したと、うん、で、間に入ったのが右翼の大門と言われた児玉義雄さんという人 で、はい、で、この人にまず20億円で、そこからいろんな政治家に、で、特に総理大臣である田中さんに5億円が渡ったと、うん、口利き料として、うん、で、これは賄賂ではないかというんで東京地検特捜部に逮捕されるわけですね、うん、で、田中さんは、まあ、取り調べが始まる前に、はい、自民党に対して、離党届を出すんですね。これ NHK で一遍ね、ドラマになって、あの石橋亮君が田中さんの役をしたんですよ。あの ARB の石橋さんが幼稚園の同級生、幼稚園から中学校までですね、海彦山彦で共演もしましたんで、彼の新しいあのオーライラというアルバムにはその時の写真が載ってます。あ、そうですか。先生、話が横道です。あ、すいません、すいません、ちょっと嬉しくなって、ね。で、いや、でもそれで離党するわけですよね、うんうん、で、これこれもその、これ早坂さんもなんか言ってた記憶があるし、早野さんも言ってるんだけども、はい、そのいわゆるその口利きをするっていうのはね、うん、別に賄賂じゃないと。ああ、なるほど、うん、だって要するに、まあ、要するに 手間賃ということで、これは必ずしも賄賂ではないっていうのも、総理大臣にはですね、民間の航空会社の、あ、だから決定権がないからってことですね。そうなんです。だからそこに権限があればね、例えば、なるほどなるほど、軍用機と言っちゃいかんのか、自衛隊のね、はいはい、戦闘機なんかをそう決めるときにお金をもらって、じゃああんたんところに決めましょうって言ったら賄賂になるけれども、うんうん、民間の会社に、いや、こういうのがあるらしいよっていうふうに言って、うん、決定するのは民間の会社だから、うん、それは賄賂にならないと。ならない。あくまでも、総理大臣から口を聞いてもらったという、まあ、手間賃ですね。ところが田中さんは、はい、その裁判の中で一貫してもらってないという言い方をしたらしいんですよ。ああ、なるほど、うん、要するに、まあ、まあ、確かにグレーではありますよね、5億円でね、はいはいはい、口利き料というのは、はい、でもその
もらってないという言い方をずっとやってたと、はい、で結局そこで、いやあなた確かに合計受領してますからというのを証拠積み上げられていって、うん、第一審のですね、東京地方裁判所1983年、逮捕からこれもう6年経ってますね。そうですね、はい、6、7年経った時に、まあ、第一審の判決が出て懲役4年追徴金5億円、うん、当然ながら田中さんはその日のうちにですね控訴したわけですよね、はい、で、これ何年後か4年後か1987年に東京高裁が、まあ、第2審の判決をするんですが控訴棄却、うん、要するに第1審の東京地裁の判決は正しいと支持するということ、要するに田中さんは有罪であるということですね、うん、だから僕もやっぱその記事を見ながら思ったのは、その5億円をもらったかもらってないかがずっと裁判の争点になっていったと、はい、でそこになんで田中さんがこだわったのかがもう一つ分かんないんですよ。なるほどなるほど。というのもほら何回か前に単管事件だったじゃないですか、はあ、炭鉱の国家管理の問題で、はいはいはい、業者から100万円もらった、いやあれは代金だからということで彼はもらったことは認めたわけですよ、ね、はいはい、で実際にそれについては第二審の裁判所で、まあ、無罪の判決出たわけですよ。でだから先生が調べる上で、こう田中角栄っていう男の性格までだんだん見えてきて、そう100万円もらったっていうのに5億円もらったって言わないっていう、なんでそこで言わなかったのかね。うん、で結局もうあのこれ受領したのは間違いないですよね。ああなるほど。だからさっきもらったのは間違いない。間違いない。だからこれ最終的にはね、田中さんが亡くなった後に最高裁判所が事実認定したんですよ。はい、うん、あの田中さんの秘書の榎本さんという方がいて。はい、この人もこの問題に関わったというんで裁判かけられるんですね。でその審議の中で田中元総理は確かに5億円を受領したというのを最高裁ももう事実認定しちゃったわけです。だからなんでそこを、まあ、要するにもらったかもらってないかに関しては明らかに田中さんが不利なんですよね。もう事実としてあるみたいなんで、そこになんでこだわってその裁判を戦い続けていったのかなっていうのがね、なるほど、ずっと分かんない僕それ。で結局、まあ、裁判の結果、まあ白か黒かという点で言うと黒になるわけですよね、はい、で第一審のその東京高裁の判決が出た2年後に、はい、田中さんにとってある意味、まあ、裏切りとも言えるような事態が起きる。その中心にいたのは金丸信さんと竹下登さんで、もともと田中派の人間だったんだけど新しい派閥を作ると、1985年昭和60年の2月7日ですね、で田中派を割って新しい派閥を竹下さんを中心に作るといわゆる創成会ってやつですね、はい、でその動きをね実は田中さん事前に察知したらしいんですよ。どうもその竹下さんと金丸信さんが動いて、はい、まあ、小沢一郎さんなんかも動いて、はい、まあ、田中派当時百何十人かいたんですけども若手議員を中心に80人ぐらいね声かけしてると。でこのままいったらもうその田中派が完全に分裂して田中さん自身は少数派になってしまうと。でこの時もかなりお金が動いたと。で本来なら80人ぐらい竹下さんのもとに集まるはずだったのが40人で、まあ、済んだって言ったらおかしいけど、ただはっきりと分かれちゃったわけですよ。2つにですね、いわゆる旧田中が。でその、竹下さんが旗揚げのその創成会旗揚げのですね演説をした2月7日の3週間後に田中さんは脳梗塞で倒れてしまう。いやーそうですよね、これ僕あの新婚旅行のね最中飛行機の中でその新聞が電子版で送られてきて、そうですか、田中倒れるってええってなってですね。でその後に一回選挙行われるんですが、はい、そこでは田中さんは、まあ、相変わらず新潟3区で、トップ当選ですね、はい、ただそのこれ1900何年やったっけな89年の選挙最後で彼は国会議員としては引退するわけです。でその4年後の1993年に、まあ、田中角栄の後継者として、まあ、長女の真子さんが新潟さんから打って出て、はい、やっぱりトップ当選を果たす。ただその年の12月16日に田中さんは、死去されるわけですね。何歳だったんですか。70ちょっとぐらいだったんですね。あ、まあ、今から考えると若いですよね。いやだからそうですね、いやもうあの脳梗塞になった後の、うん、やっぱ車椅子でこうね、あのなんかこう出てきたところを見て、うん、あなんか急にもうこんななっちゃったなっていう、うん、特にあの裁判の時はまだね息健康だったらしいんだけど、うん、あのやっぱ竹下さんが割って出ると、はい、そのあたりからね
狩猟が増えていったらしい。あの人のウイスキーが好きでね、オールドパーっていう、それをなんかガブ飲みするっていうのをなんか早坂さんがよく見てたと。親父ちょっと酒が過ぎるよと。しかしもうガンガン飲んでたらしいですね。ただそのまあ有罪がある程度確定した後、日中国交のですね20周年を記念して1992年に、当時の中国の最高指導者だった江沢民が来るわけですよね、はい、で田中帝王を訪れると。うん、その時やっぱあのもう涙ながらにね、江沢民さんをその、歓待しているのがちょっと印象的だったんですけどね。で、まあ、結局10回前後ですね、田中さんについてお話をしてきたんですけど、はい、一番最初のね、まあ、中島さんと僕のまあ問いかけ、今の政治家と、うん、田中さん、あるいはライバルのね福田さんもそうなんだけど、うん、何が違うかと。うん、まあ晩節はちょっと怪我した件は、はい、嫌いはあるけども、うん、ただ政治家としての田中角栄っていうのはやはりおっしゃるように国家観、それから国民観、だからまあみんなが幸せになるためにはどうすりゃいいかっていうところを、うん、まあやっていたんだろうなという、今こう歴史だから結局やっぱこう歴史が検証するみたいなところありますよね。そうなんですよね。いや、その時は分からなくても、そう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 、で今から思うにね、はい、これ何遍もほら中島さんもおっしゃってたし僕も言ってたんだけど、賀来さんの話って分かりやすい、うん、で単にあの調子よく物事言ってんじゃなくて、はい、なんで分かりやすかったかというと、おっしゃったようにね、国民の生活を何とかしようというところが根本にあったんで、我々も理解しやすかったという。そうなんですよ。そのためにはこうしなきゃいけない、そうそうそう、ああしなきゃいけない、うん、道路も通した方がいいだろう、うん、経済もどん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 活性化するし、まあもちろん自然がね破壊されるっていうところはあったかもしれないけれども、うん、まああのいい悪いとかじゃなくて、分かりやすくって、あ、国をこういうふうにしたいんだな、それがやっぱ今、まあ、複雑な世の中になっちまったっていうところもあるでしょうけれども、うん、分かりにくいですよね、うん、でもね、やっぱあの国民の生活を何とかしたいっていうのは彼の、まあ、ある意味目的であり志だったと思うんですよね、うんうんうん、まあ、その背景には戦争もあっただろうし、彼自身のその貧乏な生い立ちもあったんだろうけども、あるいはその新潟県の、まあ、いろんな悲惨な状況ですね、はい、雪に閉ざされるとか、だからそういうものから国民の皆さんを解放したいというね、うん、でこの目的意識性っていうのはもうこれは疑う余地もないというか、そうですね、で結局そこが違うんじゃないかというのがですね、うん、まあ我々の結論といってそうですね、まあまあもしかしたらそういう方もたくさんいらっしゃるんでしょうけれども、うん、そういう方のいろんな、もっとやっぱ勝手警察にこうじゃないか、そうそう、ああじゃないか、もう裏金がどうとかとか、そうそう、もうそういう、こう政治ニュースはもうちょっとへきへきしますね、うんうん、やっぱりね、議論で勝負してほしいんですよ、はい、言葉で、うんうん、でもちろんその議会の中でもしっかり言葉で論争してほしいし、国民に向かってもね問いかけてほしいんですよ ね、 そうですね、あの説明してほしいんですよ、はい、ね、なんか発言は控えさせてもらえますけど、今ちょっと多すぎるんちゃう、はっきり言って、ね、知りません、分かりません、そう、うん、発言は控えさせて、控えちゃダメだろ国会議員は、だと思います。はい、じゃあ、田中角栄、長々とやりましたけれども以上です。